ピオキングです。今日もですねトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、アンイージートゥービートレベルカッコトロールで、あのビートという意味ググル先生にお願いして調べてみたんですよ。そしたらですね、何々で打ち勝つとかそんな意味らしいんですよね。なんでこのコース、この簡単なトロールコースに打ち勝てみたいな感じの意味だとは思うんですよね。いやてっきりさ、ビートって言ったらビートを刻むとかそんなん言ったりするじゃん。もうそっち系の意味だとは思ったんですけどね、全然違いました。それじゃあ今日はビートを刻みながらやっていきますか。クリア率は 0.85、 初見殺しはあるのかな、ないのかな、取れ高的にあってほしい。今日もトロールコースをやっていくピオキング、さあ始まるぜ。パウが一つあるだけだ。このパウ叩く、叩かない、いや僕は叩く、そして右に行く。さあ何が来るんでしょうか、魚。いや今のマジでタイミング好きじゃない、あの魚。ナイスだね、魚もビートに乗ってるってか。じゃあこのキノコを取ってパウを叩いて右に行けっていうことだと思うんですよね。多分それで合ってる。この状態だったら右に行けるっていう感じでしょ。終わったじゃねえか。じゃあさ、ここでキノコを取ってこのブロックを壊して右に進めっていう感じなので、うわどうしよう、コインの通り行ってみる。コインの通り信じます。届いてねえやんか。じゃあここでキノコ取った状態で右に走る。さっき砲台が下がったの見たもんね。なんで多分これやってる。もう一丁。じゃあ2つ目の砲台は乗っておかなくちゃいけない、きっとそういうことだね。でこの砲台下がってくる。うわなんか出してきやがった。危ねえ、ナイス反射神経。このまま右に進もうか。そんでこのオープンブロック乗って上に行く。うわパウブロック持ち上がった。これさ、トグベット絶対かぶれなきゃいけないパターンだよね。一旦このまま行こっか。このまま行って、どうしよう、このブラッパ倒します。そしたらどうする。やべ、小鹿が生まれてる。うわこんなところにもツタがあったの。じゃあこの上何、上行けっていう感じだね、トゲゾウかぶって。じゃあこのオープンブロック乗るときにね、ダッシュボタンを押しておかない。そしたらこのトゲゾウがかぶれるっていう感じだと思うんだけど、先にねこのツタ出しておかないと、あのトゲゾウでね、あのブロック壊しちゃうんだよね。なんで多分これで合ってると思います。さあオンオフをするのかしないでいこうか。このオフ怪しすぎだよね。なんでしないでいきます。バネ持っちゃったよ、大丈夫かなこれ。どうしようこのまま、一旦このままビートってみる。何よどうしたらいいのよ。オンオフしろってか。じゃあここオンオフを一回してみようか。オンオフをしたらなんか変わる。いや何も変わんねえか。いやどうしよう、このバネがね、だから上ではいらないみたいな。そこだ、分かったよ、バネがいらないって書いてるじゃん。そしてパウブロックがいるみたいな書いてるじゃん、右上に。なんでここでさ、出しておくじゃんツタを。そんでかぶってパウブロックを持ってこの場所で投げる。これが正解なんじゃないかな。そしたら上に行ける。多分それで合ってると思うんだよね。ただここでオンオフはしないでいいと思う。でバネはいらないって書いてるけど、どうなんだろうね、別にバネ持ってってもいいよね。でこの状態でファイヤー取っていく。これが正解、きっとそう。当たってしまったけど、キノコ状態で行ってみるね。なんでよ。ブブーじゃねえんだよ、はだー。じゃあここでオンオフを一旦していきます。そしてファイヤーになって、あのドアに入ればさっきの砲台は消えてると思うんだよね。ナイス。そんでこの状態で回転ジャンプ、合ってる合ってる。で右に進もうか。うわどっちを、まあこれ取るしかないんでね、このまま上に行こっか。ゆっくり行こう、なんか当たるよね、ガリガリかなんか見えたもん。つららか、このちょっとどっちにしろ当たるしかないよな。はあはあはあ。じゃあここ石ブロックに押されんように右に行けっていう感じだね、このタイミング。そして下、よし。で一旦チビになって、ここは走っていくよ、あのドクロリット乗るすぐ。エンジェルハラー。じゃあここ右にダッシュしてブラッパを出さない、多分これが正解だと思うんだよね。でこのとこ入れんのかな、あ入れるね、こっちが正解みたいな。いや違うよ、パワーブロックを持ってこなくちゃいけないのか。あっつ、ただパワーブロック持っていくのはいいんだけど、右上にさ隙間があるじゃん、さっきあの隙間にねパワーブロックが入っちゃったんだよね。なんでここダッシュしていってパワーブロック早く持つ、それで合ってる。いいところに仕掛けてんだ、あのトゲ。それじゃあ次こそパワーブロックを入手してみせます。
何やってんの。いや絶対次こそ入手します。これで入手しなかったら僕マリメやめる。ほいマリメ人生進出しました。でここで黄色い土管に入ったら中間が取れるっていう感じでしょう。で投げる。よし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 。で中間ゲットだね。さあ次に進みますか。どうしよう、上って書いてるで。いや上はいけないもんな。このまま行った右。いやまさか下に来ると思わんかったね。深読みしすぎました。じゃあここで上、あ上はいけない感じなんだね。え、なるほど、このドッスンの上乗っていけっていう感じかな。そして左の砲台に乗ってみるね。ちょっと頑張ってみます。いけるかな、ちょっと調整難しいね。ほっ、うわむずっけー。これ一旦やられた方がきっと早いよ。このドッスンを落として砲台の上に持っておいたら大丈夫。そういうことだね。うわ、メカクッパが出てきてんのはさっき見えたんだよな。このメカクッパどういう意味があるんだろう。はっはっはっ、ね、待って待って待って、ないいやこれが正解だったんじゃないかな。しかも鍵も手に入れました。これは熱いよ。邪魔っせ。左に行ったらいけなかったの。こっち左入んのかな。あ、こっち入れるよ。こっちが正解であって、あっちって書いてんじゃないの。もう ANT まで見えるもん。はっ、積みました、ガマ発見しました。何よこのガマ、この先がすげえ気になるんだって。いやこの左めっちゃ気になんない。さっきはサファイアボール状態だったからね進めなかったんですけど、チビ状態だったら進めるでしょきっと。アンチハテナって書いてるから、もしかしたら正解っていうパターンもありえるよ。なんなんだこれは。やべ、これめっちゃきついよ。かしかしな、うわやっぱ上には、まあ、上戻れないよねきっと。これさ、丸々をどんどん渡ってって右に何かあるっていう感じなんじゃないの。ちょっと噛んでしまいましたけど、なるほど、針があるだけか。あ、これじゃあ簡単かもしれない。そんなにさ下に落とさないもん。キッチン、ごめんなさい、好奇心で言った僕が悪かったんです。もう許してください、お願いします。なかなか難しいんだよね。バルバルってさ、あんま言うこと聞かないじゃん。よし、来た、こっから右、ナイス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 。ダメだ、もう一回挑戦します。時間切れは絶対させない。時間切れになってやられたらね、僕の身体救命陣の流したるからね。さあこっからだね、こっから難しいの。めっちゃマリオ回転してるね。よし来た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 、よしラスト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 。やった、どうもありがとうございます。さあここは右に行ったらダメっていうことだったね。で一旦この状態でこうして右、多分これでいいんでしょ。左に行ったらダメっていうことだろうね。うわ上怪しいな、どうしよう。上行ってみます。上なんもないのか、なんかあってくれよせめて、隠しブロックで。あ、熱い、これは持ってきてるからね、正解だよきっと。カロの甲羅が一つあるだけか、カロの甲羅。じゃあこの甲羅はフェイクだったからさ、一旦避けておいて上から降ってくるんでしょ。でこの甲羅に乗っていく。いや上は、上なんもないのか。じゃあ右に行こう。この上か右か、どうしよう。いやこれ上がきっと正解だよ。右の土管罠だねきっと。そういう匂いがプンプンします。なんでこっちの土管入っていきたいと思います。さあどうなんでしょうか。きっと合ってると思うんだけどな。キノコを取るなって書いてるもんね。チビ状態でここまで来なきゃいけないってこと。あら、戻されたね。多分ね、チビ状態であそこまで行かなきゃいけなかったんだよ。なんでここで一旦氷を溶かした後、チビになって右に行けばいい。多分そんな感じだと思うんだよね。さあチビになってきました。多分これで合ってる。キノコダメって書いてた。よしよしよし、チータ、あ、危ねえ。爪やばいな、ほら、もう罠に引っかかってますけど。まあまあここは一旦やられるところだと思うんだよね。先にさ、ここのバネ越えておこう。はっはっ、バカね。自滅しなかった。この音符ブロック怪しいな。あれ、なんか出てきたよ今。なるほど、この音符ブロックで、じゃねえや、このボブ兵で石ブロックを壊して進めっていう感じだね。さあ進んでいきましょう。きっとこれで合ってるよ。ここは何もしないでおこうか。このオンオフなんか意味あんのかな。ちょっと叩いてみていい。
何の意味もないね。何のためにあるんだろうね、あの音符ブロック。じゃあここはなんかね、この下見えるんだよね、オレンジ色の何かが。まるまるかな、あれ。大丈夫、合ってる合ってる。くっそ、あのパンを持っていかなきゃいけないって感じかな。ここでオンオンをしたらパンブロックが出てきたよね。このパンブロックを持って、このパンブロック持ってどうするんだろうね。投げてみる、一旦投げてみるね。怖いんじゃないんだってどうすりゃいいのよ、パンブロックで。もしかしてさ、ここに戻るみたいな、そんなパターンありえそうじゃない？ちょっとわかんないけど試してみていいかな。一旦ここでパンブロックを出して左に戻る、これが正解なんじゃないの？うわ、違うくせえぞ。大丈夫かな。合ってる合ってる合ってる。で、ここでパンブロックを持っていこっか。いや、持ってったらまずい、持ってったらまずいよ。このカロンの甲羅が壊されるもんね。で、ここで脱いで上に行く、そんでこの扉に入るんじゃないかな。きっとそれで正解でしょ。ほらほらほら、熱いよ。ヒントなしで行けました。私もう今日トロールキングですね。さあ、ここはファイヤーをギリギリに手に入れます。ここ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 、はっ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 。じゃあここは叩いた瞬間左にファイヤー出るからね、そいつを取る。多分これで合ってる。いや、っていうかこれしかない。で、しゃがむ。土管が邪魔くせえいや、いやだ、戻ります。この中間ポイントだけは戻るんだけど。熱い熱い、よかった。いや、これいいのか。しゃがむ。なんでそこにも土管があんのよ。ここかよくっそ、しかもデカ状態じゃねえか。ここさ、この間に入ればいいんじゃないの。ほっ、これ入れないのかな。これ入ったらやられてるんだけどな。ダメだ、これ入れんぽいよ。ここもう一回やっておくか。じゃあ一旦チビになって右上に行く。なるほど、これでいいのか。きっともうゴールが近いと思うんですよね。どうなんだろう。いや、絶対ここゴールだよ。なんて書いてるの、リップユー。ちょっと意味わかんないんですけど、ここで一旦チビになっておこうか。いや、どっちする、これ。 B するか、オンオフをするか。じゃあ B スイッチを信じます。頼む、ブーブー2分の1じゃねえか。頼む、オンオフまだ切って。どうなるんだろう、オンオフが。はい、ブーブーじゃねえかどうすりゃよかったの、ここ。いや、でも僕見えたんだよね。オンオフをしたら杭が飛んでって、 P スイッチを押しても杭が飛んでた。なんでここ走って抜けれるんじゃないかと、そう思うんですよ。頼む、やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ。ドッスンが1体、そしてそのドッスンの下にね、音符ブロックが2つ設置してあるだけなんですよね。多分あのドッスン左の方に来て、どこかに生まれる隙間を通ってゴールしろっていう感じだと思うんですよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.52%、 なかなか鬼畜だね。そしてゴール条件はない感じか。さあ、どんな感じなんでしょうえ、ドッスン下に行ってんの？あのドッスンの下をくぐっていけってこと？なんか今これ夜ステージじゃん。だからジャンプがね、浮遊感があるから、この下をくぐれみたいな。なるほど、多分そういう感じでゴールするんだろうね。面白すぎ。これでも難しいよ。ドッスンに当たる予感しかしないもん。頼むマリオの落ちていくスピードも遅いんだね。これさ、しゃがみジャンプで行った方がさ、隙間が生まれにくいからいいんじゃないかなそういう問題じゃねえ。いや、あの隙間結構むずいよ。もう一回しゃがしゃんで行ってみるね。頼む、ドス開けてよじゃあ僕あのドスを破壊したいと思います。スターを取っていきますね。てて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 、石おやじいや、むずっけ、これいけんのかな。しゃがちゃんは間違いないと思うんだけど、このドッスの開けるタイミングがバッチリ合わないとね、いけないんだよね。ちょっと最速見ていいかな。最速がヒントになるかもしんない2秒早すぎだろ、2秒は。もうゴールしてるっていう感じでしょ。あ
今のいけそう。スタートしてほんの少し待ってから行ってみよっか。なんで始まったら少しだけ待つ、そしてすぐにジャンプ。このタイミングじゃない？いけ！ご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。